黄色い線の内側に下がってください。どうも、たくあんボーイです。今回はですね、駅員時代に体験した激ヤバなお客様ベスト3を発表したいと思います。よいしょー。今回はまあ僕が体験したお客様の中で、いや、このお客様はちょっと印象に残ってるな、やばかったなっていう人を発表したいと思います。はい、では早速いきましょう。はい、それでは早速ですが、第3位から発表していきたいと思います。まず初めがこちらです。払い戻し男ね。この方はですね、僕が出札窓口ですね、まあ、切符を作る、勤務をしていた時に来られたお客様なんですけども、まあ、払い戻しっていうね、作業をね、切符買って、やっぱこれ使わなくなっちゃったとかね、休養ができて使わなくなってしまいました、払い戻してくださいっていうのもね、まあ、条件に満たしていれば払い戻しはできるというものがね、結構あるんですけども、でその人はですね、ちょっと前ぐらいになんか先輩たちが噂してたんですよ。なんか最近払い戻しをめっちゃしてくる変なおじさんが来るから気をつけろ。でその人はもう金を困らせるためにだけ来てるんだっていうね、言われてる人がいて、もうめっちゃ嫌だな、そんな人と当たったら嫌だなって思ってたら来たんですよ。なんか大柄でめっちゃ声でかいんですよ。わーわーってなんか叫びながら来て、早くやれ、切符早く払い戻してくれって言ってくるんですよ。うわこいつだと思いながら、で僕の窓口に来て、払い戻してくれって言って、で払い戻しのね、切符別にいいんですよ、払い戻しする分は別にね、普段からやってるんで。でもその人の払い戻しの量が尋常じゃなくて、デュエルマスターズのデッキぐらいの厚さの切符を持ってきて、これ全部払い戻してくれって言ってくるんですよ。で払い戻しするに、まあ、時間があるんだろうなと思うじゃないですか。そしたらもうあと3分ぐらいしかないんだって言ってきて、いや勘弁してくれと思いながらやるわけですよ。でもそいつはもう早くしろ早くしろ言ってきて、横からバー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 言ってくるんで、もうこっちも焦っちゃって、まともに切符をね、払い戻しできないんですよ。あ、すいませんすいませんって言いながら、余計遅くなるんだよって思いながらこうやってやってたんですけど、でなんとかね、もう最後の方まで行ったら、なんかめちゃくちゃ長い切符があるんですよね。めったに出さないような切符があるんですけど、それを持ってこられて、これも払い戻してくれって、いや勘弁してくれ、こんなやったことねえよ、先輩に聞きに行くのもちょっとやばいなと思って、もう思い切って払い戻しにしたんですよ。多分これで合ってるなと思ったら、マルスっていう切符作る機械なんですけど、あれね、正常ななんか設定というか、まあ、選択をしないとちゃんと払い戻しできないんですけど、奇跡的にその選択肢が合ってて払い戻しできたんですよ。でその人も時間ないとか言ってたんで、まあ多分ギリギリだったんでしょうかね。切符持ってこうやってガーッと走ってたんですけど、もう大声でもうね、払い戻せ払い戻せって言った、デッキ、デュエルマスターズのデッキ持ってきた、大男はもう忘れられないですね。はい。やばかったなぁ。はい。そして第2位がこちらです。ヒートアップおばさん。ね。こちらの方もですね、僕が切符作ってる時に来たんですけど、もう切符作ってるとほんとね、逃げられないんでね、もう来たらもう対決するしかないんでね、これも大変でしたね。ヒートアップおばさんっていう方が、まあ僕が普通に、あ、いらっしゃいませ、どちらまでご利用ですかっていうことで、まずお聞きして、まあ、切符作ってたんですけど、そしたら僕のね、多分敬語が良くなかったと指摘してくるんですよ。お前その言葉遣い良くないぞって。で僕もちょっとその時ね、もう接客にも慣れちゃってたんで、まあ、ちょっとね、崩してたのかもしれません。でもそこまでね、もうタメ口使ったとかわけじゃないんですけど、ちょっと慣れ慣れしい感じだったのかなと思いますけど、それに対して言ってくるわけですよ。お前敬語をちゃんと使え、丁寧語、尊敬語を使えとか、なんかめっちゃパッ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 言ってくるんですよ。わけわかんないこと。で、切符作りながら聞いてると、ちゃんと一回手止めて、私じゃないしよ、聞きなさいって言って、あなたはね、そもそも、敬語も使えない時点で、ここにいる時点でおかしいんです。まず敬語から学んでくださいってめっちゃ言ってくるんですよ。もううるさい。ヒートアップしてんな、このおばさん。ヒートアップおばさんだなと思いながら聞いてたら、どんどんおばさん顔赤くなってって、どん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 なんかね、ヒートアップしていくんですよ。でも、なんかね、顔赤くなりながらも怒ってるんで、血圧上がっちゃって、そこで倒れちゃったんですよ。うわ、ヒートアップおばさん倒れちゃった。お客様大丈夫ですかってちょっと心配になってね、僕も見に行ったんですけど、ちょっとなんかもう貧血気味で倒れちゃってたんで、まあ救急車呼んで、救急隊の方来られて、おばあちゃん大丈夫ですかって救急隊の方がね、呼びかけてたら、まあ、すぐ目覚めたんですよ。そしておばあちゃんがですね、そのヒートアップおばさんですよ。敬語めっちゃ使えって言って僕にめちゃくちゃ言ってきたおばちゃんが、目覚めた瞬間に、消防隊の方に、サンキュー、あれが一番敬語使えって思いましたね。
ありがとうございますって言えよってな、それも言えないおばさんがよく俺に言ってきたなって思いましたね。ちょっとムカついたんで、これは第2位にさせていただきました。はい、ヒートアップおばさんでした。第1話、じゃん、水族館男。ねえ、なんだろうって思いますよね。この方はですね、僕が改札に立ってる時に来たある男なんですけども、僕が改札立ってるとね、私ありがとうございますって言ってると、すいません金さん、ちょっといいですか、聞いてほしいんですけどって言ってくるんですよ。あ、どうされましたかっていうことでお聞きしますとですね、なんか長いレシートに長文でなんか書いてあるんですよ。うわ、めんどくさいな、なんかクレームつけてくるのかなと思ったらですね、名古屋港水族館のシャチのトレーニングがなっていません、しっかりとしてくださいって書いてあるんですよ。名古屋港水族館に言えと思ったんですけど、なんか僕に言ってきまして、でこれがどうされたんですかって言うと、ちょっと全然なってなかったので、金さんが言ってください、名古屋港水族館のシャチのトレーニングがなってなかったって言ってくださいって言うんですよ。なんで俺が言うんだと思ったんですけど、もうね、もうまっすぐな目でずっと言ってくるんですよ。で、申し訳ないですけど、名古屋港水族館にそれは問い合わせてもらっていいですかってね、何回も何回も言っても帰ってくれないんですよ。ほんとこれ仕事になんないんだと思いまして、これはもう、じゃあ言います、言いますって言って、事務室入って電話こうやってピッピッピッってね、電話してるふりですよ。これも、あ、すいません、あの駅員なんですけども、あの名古屋港水族館の方ですか、あ、すいません、あのシャチのトレーニングがなってないのでしっかりしてくださいね、はい、お願いしますっていうことでね、電話したふりして、あの戻ったら、あ、電話しましたよってお伝えしますとね、あ、そうですか、ありがとうございますって言って、なんかパッて帰ったんですよ。いや、なんだそれと思ったんですけど、でまた後日僕が改札立ってると、またその人来て、すいません銀さんって言ってくるんですよ。なんで俺が仕事してる時毎回来るんだと思ったんですけど、まあ、どうされましたって言った、まさかまたね同じこと言ってくるんじゃないよなと思ったら、今度ですね、名古屋港水族館の、また名古屋港水族館がと思いながら聞いてると、あのイワシのトルネードが、あの全然トルネードしてなかったんですけど、しっかりとトルネードさせてください言ってくるんですよ。いや、知るかそんなもんね、名古屋港水族館に言えって言うと、またね本当に帰ってくれないんですよ。駅員さんが言ってください、駅員さんが言わないと僕が帰りません言うんですよ。じゃあもうまた前と同じパターンで行こうと思って電話パチャってして、あの名古屋港水族館か、あのすいません、あのイワシのトルネードが全然トルネードしてなかったんで、今度からしっかりさせてくださいお伝えして、もうフリですよこれも、電話したふりしてピチって切って、あのお伝えしに行ったんですよ。あ、すいません、あの名古屋港水族館の方にお伝えしたので今度大丈夫だと思いますって言うと、あの、あ、わかりましたって帰ってくるんですよ。なんだそれと思って、何がしたいんだと思いましたけど、で僕もね、そんだけで、ね、名古屋港水族館のイワシのトルネードだかシャチのトレーニングがなってないって言われたらちょっと気になっちゃったわけですよ。なので名古屋港水族館にね、今度休みの日に行ってですね、あの見たんですよ、あのシャチのトレーニングとイワシのトルネード。そうするとですね、本当にあんなやつ何を言ってんだと思いまして、本当にイワシのトルネード、うん、見ました。もうイワシがもう何千匹何万匹もいたんか、めちゃくちゃいましたね。もうイワシのトルネードですよ本当に、あのキラキラしたイワシがブワーってトルネード作って、リアルスイミーでしたね。めちゃくちゃすごいなと思って、後ろ幻想的な音楽が流れてめちゃくちゃ素敵でした。でシャチのトレーニングを見たんですけどね、シャチのトレーニングなんか20分ぐらいね、あのショーをやってるんですよ。でシャチのトレーニングをやって見てると、本当にねめちゃくちゃでかいんですよね、シャチって。トレーニング知ってるね、トレーナーの方なんですかね、こうやって指示出すと、もうバッチャーンダイナミックなジャンプして水しぶきがふわーって飛んできまして、もうね、シャチのね、優雅な泳ぎも見れて最高でしたよ。何言ってんだと思いましたね。まあ、あの印象的だったんで、まあ、この水族館男が、まあ、僕にとってはまあ1位ですね。はい。まあ、他にもね、いろんな方いますので、また今度ね、発表していきたいと思います。はい。ということで、今回はですね、僕が体験したやばいお客様のベスト3を発表させていただきました。また聞きたいことなどねありましたら、ぜひコメント欄にお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。また、見てくださいね。チェイチェイついてに、うん、こいたんさ魚ー。